はい、こんにちは、レトルトと申します。絶対絶望少女実況プレイ始めていきたいと思います。ホテルを抜けて、反対側の橋の近くまで来たところですね。モノクマが、あの電気自動車を動かせばモノクマをまとめて引き殺せるんじゃない？あー、引き壊せる、まあ、どっちでもいいわね。こうやって深川さんがいろいろ言ってくれるけどさ、一生だからだろうね。調べる、なんかあんのか。ひどい、どうしてこんなひどいことするんだろう。明確な理由はないんじゃないかしら。見てる限りただ楽しいからって感じだわ。子供は残酷だからな。 そんなどうしてこんなことができるの。この子たちって何なの。そう、ね、私がこの街に降りた時にはすでにヘルメットをかぶって街中を練り歩いてたわ。まるでパレードみたいにモノクマを連れて大人を殺しながらね。あのヘルメットかぶってるやつはね、なんか脳を操作されているんだと思うんだよな俺は。あの小学生級のやつらはまあ素でやばいやつらだけど、わからないって言ってるじゃない。私だって混乱してるんだから何でもかんでも聞いてくるんじゃないわよ。そんなに怒らないでよ。ゴゴゴゴゴ。まあとりあえず引き殺すか。他に何もものないな。これぐらいでいけいけ。おー、レベルアップ。レベルアップしたってことは、オート照準も、オートロックも同時に使えると。いいっすな。向こう側には行くことできなそうか。モノクマメダルないのか。この歩道橋を渡るみたいね。このガチャガチャなんかいっぱいあるな。いい、OK、一応壊すにしとこう。いつ出てきてもおかしくないからな。なんかいる。ガキか、あれは。いけなくしてんのか。あ、どっちが正解だ。ハズレから行きたい。ハズレから行きたいんだよな、俺は。あ、ハズレかな、これ。おい、やめろ、お前ら。おー、ハズレだ。スキルじゃない？電力アップ、いいね。お、電力アップはスキル2ぐらい使うのかな。2だ、やっぱり。絶望タイムの後の敵のしびれる時間が絶望タイム。あー、まだいいかな。じゃあ絶望タイムも使いこなせてないからね。ボス戦とかありそうですよね。あのガキはなんで走ってたんだ。わあ、ひどい。こんなカップルだったのかな。まあ、カップルは。このさ、広いスペース気になりませんか。なんか怒るよこれ絶対。見といて、見とけよ、見とけよ、絶対怒るよこれ。広すぎるこの橋が。バトルが行われそう。この橋を渡るだけだね。渡れないんだろうな。グイーンってなんか壁がさ。福川さん、やったね。私たちもう少しで助かるんだよ。お母さんな、そんなこと思ってないだろうな。 うまくいくかしら。え、嫌な予感がするのよ。この橋はそこはかとなく危険な香りが。フラグやね。おーい、そこの二人。誰の声だこれ。は、あんたらガキたちの仲間じゃなさそうだな。アサヒナさんに似てるね。つうことは、ちょっとでかい。俺の仲間か。そうなんだよな。な中学生ぐらいか。あ、うん、小丸ちゃんよりも背高い。やっぱそっか。やったよやった、歓喜だよ大歓喜だよ。あ、久しぶりにまともな人間と会えた。俺超嬉しい。味方いるんだな。こういうしれっと異性に触れちゃうタイプが一番苦手なのよね。スキンシップがね、コミュ力マックス。そろそろかな。俺とはもう真逆の性格だわ。ちょっと、いつまで手を握ってるのよ。アイドル握手会の悪質ファンじゃあるまいし。ちょっと離れて離れてみたいな。そうじゃなくてさ、この腕輪ってもしかして君もあの希望の戦士とかいう子供たちに捕まったとか。え、それでゲームとか言われて街にほっぽり出されたんだろ。
正解。ほら俺も。こいつもターゲットなんだ。あ、その腕は。ああよかった。でもなんかめっちゃ子供っぽいよな。いこいつもよくはねえんだけどさ、ただ一人でどうしようって途方に暮れてたから、同じ境遇のやつに会えてホッとしたっていうか、いやホッとしちゃまずいんだけどな。あ、でもわかるかも。私も一人じゃないって分かって少し安心したし。だよな、そうだよな。あ、うん、そういえば自己紹介がまだ。やっぱり俺朝比奈優太ってんだ。これ朝比奈、朝比奈くん、朝比奈さんの弟かな、うん、やっぱり。私は苗木困る、よろしくね朝比奈くん。やっぱなんか超高校級の家族的な人たちが出てくるね。やっぱさっきのもね、石丸くんの。なるほどね、苗木こまる。何してんの。超中学生級のなんかだったりするのかな、陸上みたいな。知らねえのか。名前覚えるときは3回手のひらに名前書くといいんだぜレトルト、レトルト、レトルト。そうなんだ、初めて聞いたよ。けどマジで心強いぜ、一緒に協力できる仲間がいてくれてさ。あ、いいなそれは。なあ、ところでさ、さっきから怖い顔で睨んでるあの人は。あ、この人は福和さんだよ。福和トウコさんって言って。いいわよ、今さら紹介しなくったってどうせ私はのけものでしょ。あんなコミュ力の塊がちょっときついだろうな、福和さんには。初対面で下がってる場合かしらね。そんなんじゃないって。けど確かにその通りかもな。喜ぶのはこの町から出た後でだ。死んだりしないだろうな。さっさとあの橋を渡ってこんな町とはおさらばしようぜ。そう、俺たちは希望の戦士なんだから。え、私たちも行こう。先に行くとなんか危なくない。どうしたの。だから言ってるじゃない、嫌な予感がするって。考えすぎだって。朝比奈ゆうたくん、ほら急がないと朝比奈くんが行っちゃうよ。ゆうたくん大丈夫。ちょっとあんた勝手に、待ちなさいよ。大丈夫ゆうたくん。俺もすげえ嫌な予感がする。逆にここで助かったら逆に裏切られた感じになるわ、もはや。こっちだ、大丈夫、行こうぜ。おお、ロット可愛いけど。ちょっと早すぎるって。はえさすがの運動神経ね。ああ、死は争えないってことかしら。わかるんだね。はえ、急げこっちだ。超高校級の超中学生級のあれかな。きっとあのガキたちも追ってこねえはずだ。この町から出たらさ、まずはスポーツドリンクで乾杯しようぜいいね、大丈夫。え、ちょっと待ってくれよ。橋なくね。うわ、やっぱりスイマーだったら泳げるじゃん。そうだろ。うわ、なんだよこれ、橋が崩れちまってるじゃねえか。そんなどうにかなんないの。なんないです。船どうにもなんねえよ、もう無理だ、これじゃ橋は渡れねえ。いないの、超高校級の船乗りみたいな。あと少しだってのにふざけんなよ、なんなんだよこれ情けないわね、ちょっとうまくいかないくらいですぐに諦めて。こうやって絶望しちゃうんだな。そうやってわめいてる元気があるならまずは体を動かしたらどうなの。は、体を動かすってどうすんだよ。引き返すのよ、ここもいつ崩れるかわからないじゃない。引き返すってまたあの町に戻らないといけないの。まあでもさすがあのね、あの事件をなんだろう、突破したというか生き残った深川さんだよね。なんだろう、やっぱ希望がまだちゃんとあるみたいな感じで言ってくれるね。それしかないでしょ、生き残るためには楽な道ばっかり選べないのよ。辛い道だって選ばなくちゃならなくて、そうやって苦しんでのた打ち回りながらやっと生き残ってくんじゃないの。仲間の死を乗り越えてね。まるで体験談みたいに言うんだなドーン、うわー、爆弾が、うお
こいつ。逃げないと。こんな爆弾どこから手に入れんだよ。もう勝手に逃げて、俺に操作を委ねないで。大丈夫か。絶対絶命都市やってる時やってる以来だな。くそ、このままじゃ橋が崩れちまう。3分28秒。大丈夫、なんか操作とかある。モノクマいるじゃん。よし、あと減っていません。トレイラーが道を塞いでるよ。どかせられねえのか。トレイラーあれか。え、なんだよあの連中。おまる、なんとかしなさいよ。あの爆弾。あー、ちょっと待って、危ない危ない。くそ、待って、いるじゃん普通に横にも。これ以上下がれないのか。とりあえずこいつ倒して、よし、これオッケー。あいつを倒せってことなんだな。一気に駆け抜けるぞ。しゃ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 、行こう行こう行こう。早く逃げねえと崩れちまうぞ。2分17秒。分かってるよ。こっちこっちこっち。うわー、またいるじゃん。また出てきやがった。もう爆弾気にせず撃っちゃおう。やめろやめろ、意外に大丈夫、意外に時間あるぞ。もう少しだ。どっちなんだよ。どっちだよ。オッケー。結構あれだね、余裕持っていけたけど。オッケー。お母さんよくなんとかなってるな。うわー、絶対絶望。嫌なトロフィーを。あ、なんか卑猥。エロい。さすがに死ぬかと思った。あんま嬉しくないなこのエロさは。なんとか無事だったけど。よだれだらんだらんやん。これじゃ橋を渡るのは完璧に無理だな。完璧に無理ですね。これでもう本当に逃げられなくなっちゃったんだね。いや、まだだ。俺はまだ諦めねえぞ。希望の戦士。な、何よ、いきなり大声出して。なんつうか、ここまで絶望的なことが続くと逆に腹をくくるしかねえっつうか。やっぱさ、自分がやれることをやりきらねえとこういう状況はどうにもなんねえよな。おお。何やってるの。決まってんだろ、泳ぐんだよ。こいつもスイマーなのかな。え、泳ぐ。俺陸上は得意なんだけど。え、泳ぐ方はあんまり自信がなくてさ。あ、陸上の方なんだな。 やっぱ自信がねえっつうか、近くにすごいやつがいたせいで避けてたっつうか。けどお姉ちゃん、そんなこと言ってる場合じゃねえよな。ビビってる場合じゃねえもんな。泳いで大丈夫。泳ぐって言っても向こう岸までかなり距離あるよ。だな、結構しんどそうだ。あのね、この辺の水温は思った以上に冷たいし、環境汚染とかで変な生き物だって。じゃあ気をつけねえとな。え、どうすんの。そうじゃなくって、やめた方がいいって言ってるのよ。どうしてわからないのこの水泳バカ。水泳バカ、なんだそりゃ。俺は陸上部だぜ。とにかく考え直すなら今のうちよ。逃げたところでどうすんだって話だけどね。心配してくれんのはありがてえけど、俺はもう決めちまったんだ。こいつとはもう会うことないのかな。で、向こう岸に着いたら未来機関ってのに助けを求めりゃいいんだよな。じゃあ意地でもそいつらを連れてくるからさ、それまで待っててくれよな。なるほど、一生はこいつが出てくるみたいなことなのかな。あの、気をつけてね。無理だと思ったらすぐに戻ってきてね。心配いらねって、
意地でも向こう岸まで泳いでやるさ。死亡フラグに見えるこの背中、海の向こうでドカーンってなって朝日奈くんってなりそう。わっ、おお、すげえ、陸上じゃなかったの、飛び魚みたい。すごいすごい。あ、そらそうだ、そんな顔するわ。な、何これ、嘘でしょ。朝比奈さんの弟が死んだ。母さん、どうしよう、早く助けに行かないと、朝比奈くんが。いやもう無理でしょ。あんた本気で言ってるの？え、今のを見て、あいつがまだ生きてるって本気で思ってるの？いくら最悪で絶望的だからって現実から目を背けてどうするのよ。いい、さっきまでピンピンしてた朝比奈優太はわけのわからない爆発に巻き込まれて死んだのよ。死んだ。さすが弾丸論破、人がパッと死ぬ。朝比奈くん死んじゃったの？そんな、どうして？理由なんかどうだっていいのよ。納得しようがしまいが、それが事実よ。それが現実なのよ。うわあ、あんたね、泣いたからってどうなるわけでも。いや泣くよそりゃ。立ち直る？もういいでしょ。だったらそろそろ行くわよ。絶望に慣れてるな。じっとしてたらモノクマのいい標的になるだけよ。無理って、あんた何言ってんのよ。ここで諦めたら死ぬのよ。どうせ死んじゃうんだよ。私は深川さんみたいなすごい人と違って何もできない普通の平凡な人間だし。いやでもさ、なんか持ってると思うんだよね、この人も。なんか超高校級の何かを。いくら頑張ったところで簡単に死んじゃうんだよ。だから諦めるっていうの？ふざけないで、そんなの絶対に許さないわよ。あんた死にたいの？どうしても死にたいって言うなら止めないけど、本当にそれでいいの？あ、希望だねこいつも、超高校級の。こんなわけのわからないところで家族とか大事な人にも会えないまま死んで、本当にそんなんでいいの？わあ、深川さんの成長がすごいな。いいわけないじゃん。私だって家族と会いたいよ。でももう1年以上もバラバラでどこにいるかもわからないんだよ。お兄ちゃんおるで。もう無理なんだよ。もう二度と会えないんだよ。そうやって諦めてばっかいないで、もうちょっとくらい前向きになれないの？だってどうせ希望を持ったってもっとひどい絶望が待ってるだけじゃん。今だってそうだったし。だったらその絶望も乗り越えればいいじゃない。なんて今のあんたに言っても無駄でしょうけど、それならせめて逃げなさいよ。
どうせ死ぬって言えるなら死ぬ覚悟くらいはあるんでしょ。それなら死ぬ覚悟で逃げなさいよ。それで本当にどこかで死んだとしたって、ここで立ち止まったまま死ぬよりははるかにマシよ。深川さんすげえな。いや感心だわ、成長してんだな。どうして深川さんは私なんかをそんなに励ましてくれるの。だから言ってるじゃない、未来機関として見捨てるわけにはいかないって。けどこれ以上メソメソしているなら問答無用で見捨てるわよ。わかった、もう少し頑張ってみる。もう少し頑張れ、もう少し手間がかかるわね。でもさ、逃げるって言ってもこれからどうすればいいのかな。橋はもう無理だし、他にこの町から出る方法なんてないよね。行ったそばから諦めてんじゃないわよ。そういえばちょうど思い出したけど、この町には地下鉄が通ってたはずよ。な、海底トンネルみたいなのがあんの。え、地下鉄？それって町の外にもつながってるの。ええ、多分そうでしょうね。それ早く言ってよ。仕方ないじゃない、今思い出したんだから。それにもう電車は動いてないかもしれないし。もうちょっと早く言えば、海を泳がなくても。そうだよね、動いてるわけないよね。だから諦めんのが早いのよ。歩いていけばいいじゃん。電車が動いてなくても線路を歩けば街から出られるかもしれないじゃない。なんかドラゴンヘッドみたいになりそうで嫌だな。諦めないで頑張りなさいよ。うん、わかったよ。朝日奈くんの分までって言っていいかわからないけど、私が頑張らないとね。まったく単純な女ね。あんな安い受け売り文句でその気になっちゃって。けど気が重いわね、さっきの爆発の件。あの水泳バカに伝えないわけにもいかないし。あ、おどおど死んだわよ。まあそれも私と白夜様が無事にこの町から帰れたらの話だけど。でもさ、地下鉄ってどこにあるのかな。ここに来るまでには見なかったよね。そこまでは知らないわよ。自力で探すしかないんじゃない。これで一生終わりかな。でも深川さんと一緒ならなんか見つかりそうな気がしてきたよ。なんかあれかな、希望の戦士が一生ごとに別のね人が出てきて、一生の最後で死んで絶望するのかな。やだな、そんなの。さっさと出発するわよ。ありそうだな、それでも。深川さん、絶対に一緒にこの町から帰ろうね。うん。一旦さっきホテルから出たところまで戻った方がいいわね。さっきはまっすぐ橋に来たけど、反対方向にも道が続いてたはずよ。じゃあそっちに行ってみようか。なるほどなるほど、こっちってことか。どっか行ってなかったもんな。こっち側は、えっ、え、爆弾魔の、あっ、おお、回り込んでよかった、正解だった。わー、いるね。うわあ、でも全然届いてね。ここから撃とう。完全にドラちゃん。うわー、見てる場合じゃねえでしょ、深川さん。先にこれ知って、まだ一生終わんねえんだな。弾か、まあ、弾も重要か。逆に結構弾はいっぱいもらえるから使い放題みたいな考えもありだな。ここはホテル、え、ここ入んのか。いや、こっち、うわっ、ジェノサイダー。
おい、これは戻ろう。いざとなったジェノサイダーだな。使った方がいい。使えるものは使う。おお、セーブ地点がありましたね。オッケー。じゃあここに戻ってって感じかな。とりあえずここまで戻れって言ってたもんね。はーい、ということで、今回はこれぐらいにしておきましょうか。ご視聴ありがとうございました。一生ってのはどこまでなんでしょうかね。はい、ということで、次回に続きます。レトルトさーん、みんな、レトルトを助けるためにそこのボタンを押してチャンネル登録してくれー。動画の更新もすぐにわかってレトルトも大助かりだー。スマホの方は登録ボタンを押すか、説明文のチャンネル登録よろしくどうぞの右からどうぞー。それでは別の動画でお会いしましょう。